すごく微妙な感じです。まるっきりまるっきりではないんですよ、ね、だけど連休だしちょっとね確認をして体重とかが体重含めてね、そろそろでまあ入れるなら入れといた方がいいかなって、うん、この頃ねあんまりね薬飲めてないんですよね、うん、今日はもう飲めてないし、そうですか、はい、半分になっちゃって、どうしてもね2回が厳しいんですよ、うん、まあ1回でもね悪くはないんだけど、よいしょ、はい、4.15、うん、でも、まあうん、まあ、ちょっと減ってますね、まあ、ちょっと減ってるけど、まあ、そんな 大減りではないですね。こっちも、まあうん、まあ、まあまあですね、うん、こんな感じだね。やっぱ熱の方がむしろこの頃心配なんだよな、ね、そっちがね、あとはどうかな、8度5分、あ、8度5分じゃいいですね、うん、悪くない方です、うん、どちらかといえばうん、この子の最近のパターンで言えば悪くない、ね、悪くないですね、うんうん、だからまあまあまあなんとかまあまあという感じなんですかね、なんとかかんとかは微妙な、うん、そう、まるっきりキープできてないわけでもなくもないんだけど、そこそこ効いてるってしょ。いや何分にもね連休なんでね、ちょっとね、うん、微妙な時にまたね連休のねお休みの時にまた電話してお願いしますって申し訳ないんでね、うん、まあそうなったらそうなったで別に構いませんのでね、うん、この間健康診断した子いたじゃないですか、カギちゃん、カギちゃん、うん、あの子はね、なんかこの頃ほら薬飲ませてんじゃないですか、ええ、飲み始めたらなんか異様に調子がいいんだよね、絶好調なんだよね、すごいですよ、なんかね、お前もう吐くからやめろっていうぐらい食ってますよ、あ、そう、お前これ以上食ったらお前吐くだろうと、もうやめとけって言ったんだけどさ、人の餌まで横からかすめ取って食い始めるわさ、すごいんだ、いつ、なんか知んないけど、うん、だってなんか、ほら、食欲落ち気味だって、そう、そんなの嘘みたいですよ、今出したりしたらね、バクバク食ってくれればね、文句はないんでね、うんうんうん、いや、でも食うはずなんだよな、だって今まで食ってたんだし、朝出して、だいたいほれとか言ってやって、他のやつはバクバクバクって始めて、こういう時いくら顔の前に持ってっても食わないし、と思って、それでそのうちどっか行っちゃって、それで昼頃になってまた出てきたから、そうすっかなとか、とつかまえてやるかなと思って、捕まえて、うん、意外になんかやっぱ薬を覚えたのかな、薬が嫌なのかな、あ、猫ちゃんたちって結構そういうのね、結構気がついちゃうんで、やだな、そう、緊張して、だから本当ね、猛犬じゃないけど、その気がつかない、知らない人が挙げた方がいいっていうぐらいのね、極端に言っちゃうから、やだな、そうもいかないですけどね、ちょっとだけね、嫌なの知ってる、うん、あ、出ちゃったか、うん、ダメかな、ね、嫌なの知ってるよ、出たかな、OK、毎度毎度な、ね、あんまり嫌なの、口つかむもね、この子は苦手だもんな、うん、そう、口嫌いなんだよね、そのやり方がね、ほんと別に歯茎見るのは平気だから、そんなにすごい、まあ、昔痛かったことがあるのは事実なんでね、うん、うん、一応ちょっと、まあ、せっかくだからといっていうか、3種類にしときます、うん、念のため、ま、前のやつのやつにプラス、あとごめんなさい、それを追加という形にしときます、今日はでも団子ちゃんの薬もうちょっともらっとこうかな、あ、団子ちゃんの薬、ちゃんの薬、そうですね、飲めるようだったら ね飲めるようだったらもあれは飲める、そう、継続していただく薬だから、うん、結構バシバシと、意外に苦もせず、意外に、うん、そう、意外とね、食ってくれて、あれはね、大きさがね、割といけるんです、うん、逆にね、そういうふうに薬飲むことでね、なんとなくってやつがすごく絶好調になってくれるっていう、いやー、ほんとね、カギちゃんはね、超絶好調ですよ、うん、びっくりするぐらい絶好調ですよ、本当そういうふうになるとね、一番、うん、やりがいがあるんですけどね、本当にはい、よし、ゲイ、その子、カギちゃんの分は何錠ぐらい、2週間ぐらいいただいてもいいですね、2週間出しと
ね、あの飲み続けたら1ヶ月分で1箱になってるんですけど、うん、でもいい箱入りなんだけど、うん、でも飲めそうだから1箱、2箱もらっちゃってもいいですよ、2箱で、うん、はい、ありがとうございました。